きチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、一番見る目があるのは誰だ。ホームラン王を探せ。はい、これはね、うん、今度はホームランですから、はい、やっぱ昨年は袴田さんが、俺はもう昨年はね、アキーノギッテです。やっぱ唯一侍ジャパンが負けたあのドラゴンズ戦、はい、あのアキーノの一発、あれ完全に騙された、ね、俺だけじゃないと思うんだよ、はい、あれに騙された人は、うん、もう完全に騙された、はい、あとギッテです。ギッテです。オープン戦好調、ホームラン4本ぐらい打って、はい、今年いけるぞって言ったら、はい、また怪我、お嘘やろって言って、であとヤクルトのカブリーズで、はい、もう丸山しかなくてあれかぶりすぎやで、ね、あれがさすがに、うん、で負けちゃって、はい、で袴田さん1位と、うん、であと先生はまさかの山川でもコードの触りきんかった、ね、あれはできんよな、できない、あの下情報まで分からへんもんな、あ頑張ってたよ、それ誰一もがね、うん、行っちゃうよね、はい、袴田さんって会で近藤行っ てたからね、はい、あれもあれはね、ホームランをね、はい、あれもでかいよね、うん、でということでルールはですね、はい、ホームラン数が得点になります、はい、シンプルですね。シンプル、はい、10本打ったら10本、うん、10点、1本だったら1点、40本打ったら40点、うん、でプラスアルファでホームラン王を取った場合、うん、プラス20点、はい、で2位の場合はプラス10点、はい、で3位の場合はプラス5点が、はい、わかりました、加味されますから、うん、これ結構大事ですよ、うん、うわ、どっから行こうか、これだってこう候補はいっぱいいるじゃないですか、うん、で、打率と同じように、はい、かぶった選手は取れません、はい、はい、で、12球団1人ずつです、はい、はい、さあドラフト1位どこ行くか、どっから行くかだよ、最高でもまあ50点ぐらいだからね、そうですね、うん、うん、やっぱ0点は回避しないといけない、はい、いいですか、決めましたか、うん、はい、いいぞ、1位、はい、じゃあ行くよ、せーの、岡本、よし、岡本、浅村、山川、おお、まさかの、いやもうだってノーカブリーズ、楽天は浅村しかホームラン打たないから確かにね、そう、確かにいないですよ、そうなんですよ、私が浅村で、で先生が山川、もう2年連続で、もうでもそこは固いですよ、本当に、うん、でもそれはもう信じたんでしょ、信じてるんですよ、そうそうそう、今年は何も言えてるし、いや本当は山川選手欲しかったよ、でもまだねいるから、うん、ソフトバンクは、なんで山川、もうさあ決めた、今年ちゃんとしような、マジで頼むよ、はい、まあ頼むで、うん、決めました、さあ次いいですか、はい、いくよ、はい、せーの、サトテル、サトテル、うわー取られた、私村上、村上いや村上消えたのでかいな、うわ、ヤクルトカブリ説あるからね、そうサトテルです、マジか、サトテル、ちゃん、うん、じゃあ私決めました次、はいはい、じゃあ先生と私ね、うん、決めた先生、はい、大丈夫ですか、うん、いくよ、はい、せーの、マキ、オスナ、外しましたもうヤクルト、はい、オスナね、はい、私 DeNA マキ、村上終了、はい、次だね、どっから取っていくか大事だね、うん、オッケー、決めました、はい、いいですか、はい、3巡目、はい、はい、せーの、中田、中田翔、おー、いいとこですね、私、大山選手、阪神の、僕も大山行きたかったですけど、もうそこは確実に辰巳を、うん、楽天で取りに、楽天でね、押さえとかない、うん、楽天辰巳、はい、わかんないよ、まだ、だって、ね、島内選手も結構打つからね、うん、初のらじゃあもう早くも楽天消えたね、消えましたね、焦ってるね焦ってきましたね楽天焦ってるねいやいや早い、でも3巡目で抑えてきた、はい、うん、あでももう阪神も焦ってるね、サポテルいなくなったから焦ってるね焦ったね、はい、さあじゃあ次行きますか、うん、だって中日なんてもう中田以外いないよ、ホームランを、もう俺アキーノの呪縛から解放されたいから、はいいいですか、はい、せーの、サンタナ、サンタナ、サンタナ、ポランコ、ポランコ、うん、マンチュー、うん、ちょっともうサンタナ、ヤクルト焦った、焦った村上オスナいなくなって俺また自爆でマルちゃんとかちょっときついもん、確かにマルちゃん、並木とかいるもんねもう浜田とかもいい浜田全部かぶっていってね、ってことはもう私ヤクルト、オスナ、サンタナもいないんですよね、うん、じゃあ私があとヤクルト後でいいんだ、さあ、うん、いいですか、うわー、どうしよう、
あんま被んないね。被んないですね今回ね、うん、やっぱり勉強してんのかな去年。ちょっとね、もう潰し合いが一番きついですからね、うん、いや俺でも何気にサンタナも被っちゃうかなと思ったんだよね。もう、うん、いやサンタナ行くかちょっと迷いましたやっぱり、うん、じゃあもうここにかけようかな、うん、はい、いいですか、はい、せーの、レイエス。おレイエス、日本ハム、アギラ。僕細川、はい、あ、じゃあ私中日も後でいいですね。おらへんで、いないですね。いや、どう、順、あと順番なんだよね、本当順番、うん、よし、締めだ。 OK、 はい、OK、 いいですか、はい、せーの、外崎、殿崎、西武、坂本、隼人、隼人、阪神のじゃなくて、はい、僕、DeNA、宮崎、はい、坂本選手はやっぱ20本くらいね、打つと思いますよ、うん、サードになったし、はい、さあ、行くよ、また、決めてないじゃん、はい、オリックス選手、え、佐藤さん誰だ、誰も取ってない、あ、誰も取ってないんだ、うん、私もこれ被るかな、早く行くよ、行くよ、はい、うわー、被るかも、いや、かんないです、取れない、ここが被るっすね、ほんと、いいですか、はい、せーの、森、森友也、ほら、ほら、絶対誰、外、あー、俺、森、森、じゃあ先生はロッテ外ね、森取れないの、これで俺、ロッテはね、もう俺好きなの取れるからいいけど、俺山口か外どっちでもよかったの。あ、どっちでもよかったですね、うん、だからもうロッテはもうほっとこうと思って、うん、森カブリーズ、うん、森カブリーズだ。うわ、いや、これは袴田さんが森言いそうやなと思って、うん、本当はあの取りたいの違うのいたんだけど、森消そうと思って。いや、だろうなと思いました。俺だって俺が本当に欲しいのをあの先生が言ってくるかと思って、うん、いや、それ取られるのか、まあいっかと思って、うん、オリックスですか、いやいや、それは言えない。さあ、え、いいですか、私、あとでももうオリックスだけでいいんですか、さあ行くよ、待って、広島は、広島は僕出ないです、あ、誰も行ってない、誰も行ってない、はい、あ、誰も行ってない、じゃあオリックスか広島か、私 OK、はい、行くよ、はい、せーの、坂倉、俺坂倉、私オリックス杉本で、はい、広島、俺さ、先生、坂倉言うかなと思ってて、うん、確かにね、うん、広島なんてもう坂倉以外いないよ、うん、だからもう広島諦めてるんですよ、走るやけ、昔ないけど、だからいいんですよ、私ももう森選手いなくなった時点でもう、ああ、どうしようとなったけど、さあ、続いて、はい、OK、いいですか、はい、せーの、レイノルズ、トング、はい、私、広島レイノルズで、僕、子供、はい、広島レイノルズ、はい、広島小園、はい、さあ1,2,3,4,5,6,7,8、 あと4球団、はい、あ、こっから私多分もう決めた、さあ行きますよ、はい、先生はもう被らないの、じゃあもう私と佐藤さんの、うん、戦いだね、どっち行くかですよ、うん、いや、もう全員潰していなくなろさあやばいですよ、はい、さあ行きますよ、はい、せーの、柳田、うわー、ほら、やっぱそれだ、大城巨人、ね、はい、早く行くよ、また潰します、うん、もう全員いなくなる、そう、もう全員いなくなる、え、どっち行くの、一人いいのいるっすよ、いや、そうそう、私もうそっち行こうかなって、そっち取った方がいいと思うんすよ、うん、私そこ行こうかな、絶対そっちが一番いいと思う、早く行くよ、いや、でもあの人かな、いい、いいよ、うん、せーの、今度、ウォーカー、私ウォーカーで、ホームラン王よ、今度、いや、そうですよ、全員消していこうよ、いや、もうそう、今今度消そうかなと思ったけどそしたら次絶対ウォーカーで被るじゃないですか全員消していこう、まだマルちゃんみたいなことしようよさあ、じゃあ他ですね、うん、で俺あとは楽天 DeNA ロッテだけだから、私も日本ハムヤクルト中日、と俺楽天は島内にするわ、うん、去年みたいなことないと思うね、まあそうですね、今年は、うん、で、ロッテが山口、うん、で、DeNA が、DeNA どうしようかな、オースティンもあるんだよね、俺、うん、オースティンでしょ、俺今年頑張れ、オースティンで、袴田さん、日本ハム誰います、日本ハムレイエスと万波消えちゃいましたもんね、マルティネスちゃうんですか、
あ、アリエルか。アリエルとか、あとは松郷。あれ清宮、清宮いるよ、清宮。怪我してるんですよね。ソバタとか、うん、あとスティーブンソン、スティーブンソン。あ、私アリエルで。あ、日本ハムアリエルでお願いします。アリエル。はい。広島。広島レイズ。あとどこ？あとヤクルト中日ですね。あ、先生はあとどこ？オリックスと西武で僕、おかわり。山田にしようかな。おかわりと。はい。ヤクルト。チャンスあるからね。はい。ホームランね。で、オリックスは、うん、セデイノっていきたいけど、どこないから長川。長川。出た。うん。で、最後が？最後僕ね、DeNA。あ、阪神だな。阪神。近本だよね、ラストナルトは。ミーセスじゃん、ノイジーとか。覚醒してんじゃん。森下。はい、近本。近本ね。はい。ヤクルトさん、ヤクルト。私、ヤクルトが山田選手。山田、テスト。はい、テスト。うん。中日。ちょっと別に中日迷ってるんですよ。俺もう中日が、本当、まあ、なかなかいないから、うん、もう早々と焦って中田翔行ったんだよね。いや、本当にいないですね。そう。焦って。もうこれだったらもう森下ですよね。森下でいいですか。うん、森下ね、うん、はい、森下君にします。うん、そうですね。これはもうだって誰でもいいんだから、かぶってないからね、うん、はい。待って、俺何気にいい人生やと思うけどな。うん、佐藤さん良さそうですよね。ディカーソンやろ。まあディカーソンか。僕やったらカリステ。私だから今年の状態で見ると石川隆也行こうかなとか。僕は木野拓。木野拓10本打つか。下田君に期待したい。ディカーソン覚醒したら20本あるよ。うん、覚醒って言っていいのか分かんないけど、外国人選手だから。いや、でも石川隆也選手も10本以上打ってるんですよね。そしたら去年の石川選手13本打ってるんですよ。うん、ディカーソン出る？ディカーソン出る？ディカーソンは、まあ、出るんじゃないですか。最初はね、出るところがないんだよね。外野いっぱいいるからね。試合数で考えてチャンスがあると読まないと石川の方がいい、ね、石川選手にします。はい、決まりました。サザエが、はい、岡本里輝、中田サンタナ、レイエス、殿崎坂倉、頓宮、近藤、島内、山口、オースティン、はい、中間さんが、はい、浅村真希、大山、ポランコ、アギラ、坂本、杉本、レイノルス、ウォーカー、アリエル、山田、石川、はい、外国人を外国人を5人外国人やで。で、先生が山川、オスナ、辰巳、万波、細川、宮崎、外、小園、大城、中川、おかわりくんに森下。うん、ほら、先生も俺も外国人2人だろ。俺3人か。先生2人。あ、ですね、私5人。5人。5人。今年は外国人頑張る。5人。ポランコとか何いや、何これ5人とも、ポランコ、アギラアギラ、肉離れとか言って。はがまさん、ちょっとあの爆発力あるかもね。未知数、未知数だけど、うん、爆発力あるかもしれない。アギラ50本とかいくかもしれないから、ね。うん、俺はもう未知数はレイエスとオースティンだから。うん、でもレイエスも分かんない。ほんとオースティンも一番信用ないのはオースティンでしょ。そう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 。本当にやるんやんな。そう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 。本当にいますかって言われる。試合出ますよねっていうね。でもそこそこはポイントは稼げると思うね。そうっすね。まさかの0本0本はないと思う。ないですね、多分ね。先生はまあまあ順当やけど、ちょっと小粒多いよね。うん、でも今年、まあ、2年連続山川選手が、うん、まあ、40本、50本ね、今の調子でいくかもしれないし。そうだね。だから山川、万波で、あと押すね。うん、うん、で、外ね、まさかの外、うん、どこまで押せるかだね。そうですね。俺は多分ね、平均的やと思うね。え、私も外国人以外は結構いいとこ行ってると思う。高間さん、外国人以外って言うけど外国人が5人も多いから外国人7人、7人日本人だから。まあでも浅村真希、大山ね。そうそうそう、このトップ3ね、上位3人がやっぱ20本以上打つって分かるんで、だから俺は平均的でオースティンしたい。うん、そうだね、うん、もう外国人に頼む、うんうん、はい。でホームランキングは昨年誰だ。私。あ、高間さん、ホームランキング、おい、はい、じゃあね、皆さんも一緒にやってみてください。はい。